はいどうも、平井です。どうも、カインです。今日なんですけど、シャタバの話題が出てくるんです。そうなんですよね。今から9年前に発売されたエアジョーダン1汎用時のシャッタードバックボードの方が、復刻もしくは何か新しいもので来るんじゃないかっていう情報でできてるんで、それちょっとやらせてもらいたいのと、あと今後発売予定のニューバランスの新作であったりとか出てきてるんで、それちょっとやりたいと思うんですけど、はい、このチャンネルではスニーカーファッションに関する陸情報や最新のニュース情報動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお忘れでない方はこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムやっておりますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけども、US のスニーカーズの方にステューシーの方が出てきてるんですよね。そうなんですよね。今見てもらってるのはサンデッドゴールドって言われる、8月の9日に一応ね、US のスニーカーズの発売予定が出てきてまして、でそれ以外に、もう一つ、グリーンスパークって言われるカラーの方も出てきてるんですけど、この2色の方が、まず、アメリカのスチューシーの方で、8月の2日発売予定でできてまして、日本の方は8月の3日に発売でできるんですよね。あ、そうなんですね。で、この2つ映ってるうちの1つのグレーのモデルに関しては、このグリーンスパークっていうのは、スチューシー限定って書いてましたね。グリーンの方が欲しいね。ああ、そうなんですよね。で、このもう1つのサンデッドゴールドって言われるスウッシュの部分がピンクになっているモデルっていうのが、最初に打ったんですが、US のスニーカーズの方に8月の9日に出てきているんで、おそらく日本のスニーカーズの方でもこのカラーだけ8月の9日以降に来るんじゃないかと思ってるんですけど、ステューシーのサイトで発売日に書いたことないっすね。ああ、そうですよね。これ8月の3日の土曜日に日本のスチューシーの方で、このグリーンスパークとサンデッドゴールドの方が発売なんですよね。で、サンデッドゴールドのカラーに関しては、後日、スニーカーズの発売があるということで、紹介されてましたね。で、続いてなんですけど、ナイキSBダンクローのサファリオリンピックスなんですけども、8月の9日発売予定なんですけど、これも US のスニーカーズの方に出てきてまして、まだ日本のスニーカーズは出てきてないんですけど、このね、ナイキダンクローのサファリに関しては、結構人気が高いんじゃないかなと思ってるんですけど、これね、数が少ないって言われてまして、で、これ一応海外のスニーカーズの方だけで、8月の方から出てきてるんで、日本のスニーカーズの方も今後出てくると思うんですけど、これ欲しいですけどね。このね、サファリが使われている柄が、ダンク以外のブレザーであったりとか、一応発売上が出てきてたんですけど、8月9日に控えているこのダンクの方に関しては人気が高いのと、まだ日本のね、スニーカーズも出てきてないんですけど、アメリカは出てきているんで、今後多分発売出てくると思うんですけど。で、続いてがナイジェル・シルベスターとエアジョーダン 4RM のドライブアウェイグレイですね。こちらが8月の8日で出てきてるんですね。これ日本のスニーカーズの方にも出てきてますし、アトモンさんの方にも出てきてるんですよ、ね。あ、そうなんですね。これに関しては以前、ナイジェル・シルベスターとエアジョーダン 4の RM のコラボのグリーンが発売されて、僕らの今週の動画で知らなかったんですけど、グリーンのカラーの方がぐんぐん値段が上がってて、ニュースの方で。あ、そうなんですか。ヘアレスのサイズが大体8万9万円ぐらいなんですよね。あ、そうなんですよ。これね、確か定価の方が2万4000円ぐらいだったと思うんで、そう考えるとすごい値段上がってるんですよ。そうですね。で、僕はこのグリーンのカラーよりこっちのカラーの方がいいなっていう話してたのと、これ発売が近いらしいって言ってたんですけど、とうとう日本のね、スニーカーズであったりとか、8月にも出てきてるんですよ、ね。なるほど。で、ちょっとね、これ前にも言ってるんですけど、このグリーンの方がすごい高額で取引されてまして、このね、アンサーサイトっていうカラーの方は、今ニュースので見てみると、取引ないんですけど、強気の16万円で出品されてるんですよね。誰が買うねんっていう話なんです。グリーンの方がすごく人気が高かったんで、こっちのカラーの方が、カラー的にはいいんじゃないかって言ってる方も結構海外の、インスタグラム投稿とかこういうのが見かけるんで、これも人気が高いんじゃないかなと思うんですけど、僕もちょっとこれ今気になってるんですよね。続いてなんですけども、ライオットスケートショップと、ナイキ SB ダンクローのコラボですね。そうですね。来年になるんですけど、フランスのボルドーにある、この、ライオットスケートボードとナイキ SB ダンクローがコラボするんじゃないかって情報できるんですけど、ただ僕画像は一切出てきてなくて、情報によると、このライオットスケートボードっていうのがフランスのボルドーにあるんで、ボルドーの文化でいうとワインが有名で、そのワインへのオマージュとして使われているカラーがバーガンディのようなカラーが使われるんじゃないかっていうふうに、一応書いてあったんですよね。ただ、イメージ画像であったりとか、モック画像っていうのがないんで、どういったものかわかんないんですけど、一応来年こういったイスが控えているということで紹介されてました。続いてが、ニューバランスの 991V2 ブランディッドアプリコットですね。こちら8月の7日発売予定で、海外のスニーカー系だと紹介されたんですけど、991のメイドイン UK の V2 ラインの新作で、ピンク色のようなカラーが使われてるんですけど、991の V2 ってピンク色のカラー結構多くないですか？そうなんですよね。フィアレスが持ってるのも、まあ、全体的にすごくピンクが使われてるってわけじゃないんですけど、ピンク色のカラー一部使われてると思いますよね。はい。まあこれケモンプチャのちょっとね、シャギースエードが使われてる991の V2 の、これアプリコットって言われるピンク色のカラーと一部、集団の部分とかであったりとか差し色で、ネイビーのカラーが使われてるモデルが8月7日発売予定というのが出てきてまして、ただこれ日本の発売の情報っていうのはさっき調べたんですけど、これは出てきてないんです。なるほど。あ、でそんなね、この、991のメイドイン UK の V2 ラインの新作の情報で、これコラボになるんですけど、キスとのコラボで2足何か出るんじゃないかという情報できるんですよね。メイドイン UK のこの991の V2 を使って、名前のね、マディソンスケアガーデンっていう名前がついてるんですけど、これニューヨークニックスへのオマージュになってるんじゃないかということで、多分なんですけど、カラーがホワイトとブルーとオレンジのカラーが使われてるんじゃないかと思ったりするんですけど、まだ木画像とか実物の他ないんですよ。991の V2 のメイドイン UK ラインを使ってキスとのコラボで、これ初めてになると思うんですけど、キスとのコラボでいうとこのメイドイン UK の V2 に関してはこれが控えてるんじゃないかということで出てきていましたね。はい。で、続いてはニューバランスの 2002R フィルティという。あ、そうですね。これまあ実物の投稿でこれお店の製品ショットになると思うんですけど、ホワイトとグレーのカラーで構成されているスウェードとスムースが使われてるんですけど、まあところどころ見るとホワイトのカラーの部分がこれキルティングのようなデザインになってるんですよ、ね。そうですね。これかっこよくないですか？これね、ちょっと欲しいなと思っちゃいました。はい、まあ 2002R に関してはミュールであったりとか、ジョーグレッシュグッズのコラボも持ってて、それ以降買ってないんですけど、久しぶりに 2002R でこのキルテッドって言われる、これインラインのモデルになるんですけど、キルティングのようなデザインになってて、かかとのアッパーの部分がスウェードが使われてるこの感じ、めちゃくちゃ使いそうだなと思う。いいですよね。はい、おそらくこのデザインだったら発売冬頃かなと思ってるんですけど、またこの辺り分かり次第ですね、こちらやりやなと思ってるんですけど、はい、はい、続いてなんですけど、はい、トラビス・コットと、ジョーダン・ジャンプマン・ジャック TR の、はい、ブライト・カクタスですね、はい、こちらの方が、ホリデーシーズンに発売予定ということなんですけども、今のところ10月か11月じゃないかって言われてるんですけど、そうなんですね。はい。このジャンプマンジャックシリーズの新作で、まあ、年内に他のカラーがね、いくつか出るんじゃないかって言われてるんですけど、こちらの方がベージュのようなカラーと、黄緑のカラーとブラックのカラーで構成されてる、このジャンプマンジャックなんですけど、これね、トラビス・スコット以外に持ってらっしゃる方の動画が出てきてまして、ヤンキーキックスさんの方がですね、まあ、ジャックがいろんな角度が取ってるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど。これ黒の靴下とロゴのね、蛍光色合わせてますよね。そうなんですよね。これ、ヤンキーキックスさんのお店の方で、ソックス買えるんですよね。あ、そうなんですね。いつかそのうち買おうかなと思ってるんですけど、そうなんですよ。はい。まあ、これ使われてる素材っていうのは、この黄緑のカラーの部分っていうのが、一応キャンバス素材なんですよね。はい。それ以外の部分っていうのはスムースであったりとか、これ多分スウッシュの部分であったりとか、おそらくスウェードが使われると思うんですけど、で、かかとの部分見てもらうと、このまあアイコニックなね、カタラスジャックのこのフェイスロゴが左右に入ってるデザインで、アウトソールっていうのがジャックって書いてる部分がちょっとね、まあ手書きで書いてるような、このジャンプマンジャックシーズンで見られるデザインになってるんですけど、ちなみに日本の方では最初にジャンプマンジャックの方が、セールのね、カラーが発売されたんですけど、僕ら買えなかったんですよね。そうなんですよね。はい。で、その後、ユニバーシーレッドのカラーの方が、まあ、アメリカの方でね、トラビス・スコットのサイトに発売されたんですけど、僕らはそれ発売された時、日本時間の早朝やったんで、まあ、寝ててね、気づかなかったんですよね。そうなんですよ。はい。で、それ以降、日本の方で、ジャンプマンジャックシリーズに関しては発売されてなくて、次、ダークモカの方が、秋頃に発売されるんじゃないかって言われてるんですよね。はい、おそらくダークモカが発売された後に出てくるのはこのライトカクタスかなってちょっと思ってるんですけど、はい、続いてなんですがアママニエールと、はい、エアジョーダン4のフォッシルストーンですね。こちらが9月の28日なんですけども、そうなんです。こちらはメンズでしたっけ？あ、これウィメンズなんですよね。そうなんですよね。8月にエアジョーダン3とアママニエールのコラボのブラックのウィメンズが発売されるんですけど、フォッシルストーンって言われるこれエアジョーダン4とアママニエールのコラボで9月発売予定にまだ持ってらっしゃる方のね、いろんな角度が撮ってる写真が見てもらいたいんですけど、メンズのサイズの展開で過去にエアジョーダン4とアママニエル発売されてるんですけど、今回はウィメンズのモデルで使われてるカラーがホッシルストーンと一部バーガンディクラッシュのね、カラーが使われてるんですけど、まあ、スムースと、スウェードの素材が使われてて、これまあちょっと分かりにくいんですけど、終端の部分の単択は片方がアママニエルの大文字の A っていうのがメタルのようなデザインに入ってるんですよね。そうなんです。まあ、かかとの部分見てもらうとナイケアという風になってて、これ、内側が映ってないんですけど、一応履き口はこれヒルティングのね、デザインになってるんですよね。はい。まあ、こちらは9月発売予定で、ウィメンズの最先回なんですけど、大きいサイズの展開があるということらしいんで、おそらく本家の方で発売されるときはあんまり見えるの。メンズのサイズもヒアレスのような29センチの人でもですね、対応しているようなレイズのサイズの方が、うん、多分ね、出てくると思うんですけど。まあ日本での発売がね、はい、あるかどうか、ね。ああ、そうですよね。うん、はい。はい、続いてもエアジョーダン4なんですけども、フィアーですか？あ、そうですね。はい、はい。こちらの方が11月発売されるんじゃないかということで、はい。まだ持ってらっしゃる方も動画でいけるんです。11月の9日ですね。あ、そうなんですよね。はい。このフィアーっていうのは、2013年に発売された、フィアパックっていうものがあったんですけど、その中にエアジョーダン4のフィアっていうものが含まれてまして、それと復刻なんですよね。うん、はい、今回出てきているのは、今年発売されるバージョンの、持ってらっしゃる方の投稿になるんですけど、うん、使われているカラーっていうのは、グレーであったりとかブラックのカラーが使われてて、サイドの部分にこうスプラッシュのね、こう、なんすかね、こう、ペンキを撒き散らしたような。デザインが出るんですけど、こちらの方が一応、11月発売予定ということで、持ってらっしゃる方のところが多くてですね。で、さっきもね、エアジョーダン4の話させてもらったんですけど、今年っていうのは、エアジョーダン4の方が35周年なんで、いろんなモデルが出るんじゃないかって言われてて、過去の復刻であったりとか、来るんじゃないかって言われてるのが、この2013年のフィアパックの、エアジョーダン4がね、11月に発売ということで、また紹介されてました。はい。はい。で、続いてもエアジョーダン4なんですけども、こちらは来年の話で、エアジョーダン4のレアエアーですね。そうですね。来年の2月発売予定ということなんですね。そうなんですよ。はい。このね、レアエアって言われるエアジョーダン4なんですけど、うん、2006年にエアレアって言われるエアジョーダン4が発売されてまして、うん、このエアレアシリーズっていうのは、エアジョーダン1であったりとかでも発売されてるんですよね。うん、で、この2025年の2月に発売されるこのエアジョーダン4のレアエアに関しては、前回の2006年の発売されたモデル同様、終端の部分がこれマジックテープになってて剥がせるんですよね。はい、やっぱりフライトマーク、フライトって書いてるジャンプマロを剥がすと、この終端の部分にテキストが入ってるんですけど、これ追加で書いてあった情報によると、発売される在庫のうちの 25% は、ゴールドの文字で書かれてるものが含まれてるって感じなんですよね。ある種、当たりみたいな感じだっていうことらしいんですけど、そこまで、なんか情報を得て作られてる、これ、モック画像になるんですけど。なるほど。はい。でね、ちょっと映ってると思うんですけど、90年代から2000年の頭にかけて、エアジョーダンが、復刻であったりとか発売されたびに、ジョーダンの顔が入っているボックスが使われてたんですけど、うん、今回のエアジョーダン4の2月発売予定の、レアエアに関しては、これがね、使われてるって書いてたんですよね。そうなんですよ。なんかね、シルバーのカラーで確かこう線が入ってまして、ジョーダンの顔がこう、なんつうか映ってるようなボックスがあるんですけど。なんかブラウン管のモニターに映されてる。ああ、そうですね。はい。それがね、今回、採用されてるということで、情報でいけまして、さっきも言ったんですけど、終端の部分がね、これ取り外しできるんで、で、終端の部分が取り外しできる話で言うと、来年っていうのは、アンディフィーテッドとエアジョーダン4のコラボが復刻するんじゃないかっていう話があって、うん、そのアンディフィーテッドとエアジョーダン4のコラボも、実はこのレアエア同様ですね、集団の部分がマジックテープになるので剥がせるゲミックのデザインになってるんですよ。そうなんですよね。はい。はい、続いてもね、レアエアシリーズになるんですけども、はい、エアジョーダン3のレアエアですね。はい。はい、こちらが来年の夏と、ね。あ、そうなんですよね。見てもらってるのはモック画像で、これ実はね、以前にエアジョーダン3で、シルエットって言われる、かかとの部分が OG 仕様のナイキエアになってるエアジョーダン3が発売されたりしてたんですけど、どうもこれね、レアエアシリーズで発売というふうに今日情報出てきましたね。あ、そうなんですか。はい。出てきてるモック画像の配色に関しては以前紹介されてもらったシルエットとそんな変わんないんですけど、うん、ただ、ちょっとね、これかかとの部分のモック画像を見てもらうと、なんかおかしいの気がつきません。そうですよね。左右対称になってる、ね。ああ、そうなんですよね。はい。ナイキエアって書いてるのは片方だけ、反対の向きになってるというか。鏡合わせたみたいな。あ、そうなんですよね。この部分が、いわゆる、なんですかね、エア的な部分なんですかね。あ、そういうことなんですか。はい。で、これ、エアジョーダン3なんですけど、エレファントプリント使われてないんですよね。ああ、そうです。そうなんですよね。はい。こういった、かかとの部分の内径の向きがちょっと変わってるようなモデルで来年夏頃来るんじゃないかという話なんですけど、うん、ね、ナイキクオリティで言うと、これ、このレアエアのね、エアジョーダン3のかかとの部分が、一応そのね、ナイキエアの向きが変わってるのはさせてもらってたんですけど、うん、ミスってそのまま出てくる場合もあるかなってちょっと思ったんですけどね。なんかこっちの方がね、なんかミスの商品というかね、失敗作みたいな感じしますけどね。そうなんですよ。こういったエアジョーダン3が発売されてるので、出てきました。はい。で、続いてなんですけど、シャタバの話題が出てきてるんですか？そうなんですよ。ちょっとね、これ古い話になるんですけど、実は先月の、6月の22日にやろうかなと思ってたネタがあって、そのままやらずに、ずっとそのままそっとしてた、ちょっと話があるんですけど、6月の22日に、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、エアジョーダン1汎用 G の2015年に発売されたシャッタードバックボードになりますよね、うん、これが 4.0 という形で新しいものもしくは復刻で何か出るんじゃないかっていう情報があったんですよね。今見てもらってるのはこれモック画像で、今から1ヶ月以上前に出てきたリークで4.0 っていうものが出るんじゃないかっていう情報があったんですよ、うん、はい、で今日出てきてる情報によるとその 4.0 がどうなったかっていう、まあ、話がまだ出てきてるんですけど、うん、その前にちょっとねこれ見てもらいたいんですけど、この、エアジョーダン1汎用 G のシャッタードバックボードっていうのは2015年から発売されて今のところ第3弾ぐらいまで出てるんですよね、うん、はい、でまあ第1弾の方からちょっと順を追って見ていきたいんですけど、この2015年に発売されたエアジョーダン1汎用 G のシャッタードバックボードっていうのは1985年にナイキのヨーロッパツアーでジョーダンがホワイトとブラックとオレンジのユニフォームもしくはジャージを着て、まあ、試合に出てました。そのカラーが落とし込まれてるんですよね。でシャッタードバックボードっていうのはこれその時ジョーダンが、まあ、イタリアのその試合でダンクした時にバックボードのガラスの素材やったんでダンクした時に割れたんですよ、そのことを落とし込んでいるような一足が2015年に発売されて、しかもこれ、ブラックトゥーで発売されたのですごく人気がなかったんですよね。今から9年前に発売されたこのシャダバの方が今いくらになってるのかなと思ってニュースの値段見てたら大体18万円取引されます。そんなするんや。めっちゃ高いです。もう買えないですよね。そうね、新品の値段が18万円取引されてまして、でその後に発売されたのがシャッターとバックボード 2.00って言われるシカゴブロッキングのようなモデルが発売されたんですよ、ね、はい、こちらは2016年に発売されてまして、今から8年前に発売されてるんですけど、うん、こちらの方が今リユースの値段見てみると約10万円取引されてましたね。買えないですよね、うん、そうなんですよ。はい。で、その後に、ちょっとスピンオフ的な感じなんですけど、発売されたのが、うん、この、エアジョーダン1汎用時のウィメンズのサテンが使われている、このシャダバを豊富させるようなモデルが発売されてるんですよね。これウィメンズだったんですね。そうなんです。ウィメンズのモデルでよく見られるようなサテンの素材が一部使われてる、うん、これなんですけど、今6万円ぐらい取引されてるんですよ、ね。そうなんですよ。はい。で、2019年に発売されて、これフェアリスは確かに、同じようにしてたと思うんですけど、外れましたけどね。そうなんですよね。2019年に発売されたエアジョーダン1汎用 G のシャッタードバックボード 3.0 っていうものがあって、うん、これは使われてる素材っていうのはエナメルの素材が使われてるんですけど、若干ちょっとシワ加工が入ってたりとかするような変わった素材が使われている、もうパテントのシャダバの 3.0 っていうものが発売されて、うん、これはね今ね2U2の新品はね4万円ぐらい取引されてます。そんなもんなんですね。そうなんですよ。はい。でもう一つだけちょっとスピンオフ的な感じで紹介されてもらうと、後にその後に発売されたモデルでエレクトオレンジっていうモデルも発売されてるんですよ、うん、まあこれはなんとなくシャッタードバックボードの、まあ、カラーウェイっていいますか配色をまあ使ってるんで、それを豊富させるなっていうことで過去に紹介してたと思うんですけど、はい、ということで今一気にちょっと並んでる写真があるんですけど、ウィメンズを含むスピンオフを、まあ、この4足がね今並んでると思うんですけど、はい、このうちのトップに写ってる2015年に発売されたシャッタードバックボードの方が昨日出てきた情報によるとこれ復刻らしいんですよね。復刻するって出てきてまして、で今見てもらったらこれ2015年のモデルの写真になるんですけど、来年に復刻ということで出てきてます。ちょうど先月に 4.0 って言われて新しいモデルが出るんじゃないかって言われてたのは、うん、実はこの最初に発売された2015年のモデルの復刻やったって話なんです。あ、じゃあ 4.0 じゃなくて復刻で出ると。あ、そうなんですよね。今プレネ18万円で取引されているモデルが、まあ、来年復刻ということで、うん、2015年から10周年にあたる、まあ、10年経ってるんで2025年に復刻で、これ発売されて10年っていう、まあ、記念で来年復刻らしいんですよ。あ、そうなんですよ。はい、これブラックトゥーのつまぐろなんで、うん、まあ先ほど言ったんですけど、まあプレネの方が18年取引されているんで、おそらく人気が高いんじゃないかなと思うのと、うん、来年発売されたらおそらくこれ狙ってますね。いや、これいいカラーリング。あ、そうなんです。僕持ってないんで。そうなんで、今買うとなったら先ほど言ったんですけど、20万円ぐらいいるんで、うん、そうなんですよ。なんかね、2025年結構ね、ナイキとジョーダンブルも仕掛けてきてるんですよね。あ、そうですね。そう、さっきもちょっとだけ名前出たんですけど、アンディ・フィデルとエアジョーダン4のコラボをいきなり復刻させたりするのも来年なんで、まあ最近ちょっとナイキの方が低迷といいますか、あまり人気がないんで、ちょっと盛り上げようとしているのかわかんないですけど、うん、2025年は割といろんなね、あ、これ復刻するんやっていうのが集中してるんですよね。楽しみです。そうなんですよ。まあ楽しみなんで言うと、来年っていうのは2月の14日にエアジョーダン1ハイ85のブレッタの方が、そうなんです、復刻で控えてるんですよね。うん、はい、で値段の方がもしかしたら日本の方で国内の定価が3万9000円ぐらいになるかもしれないんですけど、うん、欲しいんで。はい。まあね、顔がそうだって言ってましたね、だんだん。そうなんですよ。まあそういった中でこういった、まあその2015年のね、シャダバの方が復刻で出てきてるんで、そうなんですよ。来年円高とかになってきたらちょっと下げてくれたら、ああ、なんか定価変わるんですかね。わかんない。どうなんですかね。はい。なんかね、今なんかちょっとだけ下がってきるじゃないですか。ね。そうなんですよ。まあ大体僕150円ぐらいの計算で今物売ってるんですけど、そうですね。そうなんですよ。まあ大気の方がちょっとでもね、来年以降、まあ定価下がったらいいなと思ったりするんですけどね。そうですね。最近ミズノとかの靴とか見てて11000円とかでね、発売してる。まあ国内はね、安くなってましたもんね。はい。アシックスであったりとか、ニューマラの一部でも人気があるモデルで18700円で売ってるモデルとかね、確かニューマラの1000ってあったじゃないですか。平井さん持ってるんですけど、あれも確かね、ニューバランスの1000も18700円ぐらいなので、そういった値段を見ると、まあ、ナイキの方ね、去年の7月に値上げしてしまったんですけど、なんかまあ、今回ね、円高、まあ、値段があることは分かんないですけど、なんかそういったいいニュースもあったりなと思ったりするんですけど、はい、また続報出てきましたら、ご紹介できたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは本日は以上となります。フェアレスでした。海洋でした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.